あ、始まってる。こんばんは。夜分遅くに失礼いたします。夜遅くまで起きててくださりありがとうございます。いよいよ本当に少しの間のインスタライブにはなるんですが、24時から私のデビュー曲Look at Meが配信スタート、ミュージックビデオも公開されますので、それまでの時間少し皆さんとお話できたらなと思ってインスタライブをしております。はい今日初めてアーティストのアカウントのツイッターの方のコメント返信だったりとか、あと初めてのツイートをしたりだとか、ちょっといろいろやらせていただいたんですが、たくさん本当にメッセージありがとうございます。全部チェックしておりますので、これからもいろんなメッセージ送ってくださると嬉しいなって思います。はいミュージックビデオで、はい、ボア先輩、ボアさんのミュージックビデオと同じ撮影場所だったっていうのを、はい、監督の谷崎さんがおっしゃって、はい、最初私もツイッターのリプライで気づいて、でそれを監督に昨日話したら、はい、あれ監督僕がやってたんですよ。そうなんですか、すごくないですか、重大発表。すごい。そうだった、私も知らなくて、はい、それですごい、YouTube の方にも出るんだけど、谷崎監督がその群馬のロマンチェスターはそのボアさんの時にやって、多分今回のゆりなちゃんのミュージックビデオもぴったりなんじゃないかなって言って、ね、すごいですね。私がちっちゃい頃から好きだったボアさんと同じ撮影地でデビュー曲の撮影をしていたなんて、すごい。監督先に行ってよみたいなでも知れて嬉しいですね。うん、デビューおめでとうございます、ありがとうございます。ちょっとコメントも読んでいきますね。本当に本当におめでとう、ありがとうございます。いやー、もうなんか2月14日にソロデビューすることを伝えてから今日までなんかすごい早かったなって思いますね、時間過ぎるのが。うん、そう、今日はハーフアップにしました。姉に意見をちょっと聞いて、どんな髪型がいいかなって聞いてハーフアップ。あとあれ、ここのハートも姉のキラキラを買いましたハートなんですよ、ピンクの。わかりますか、わかるかな、見えるほんと早い、早いですよね。あと10分ですね、あと10分。恐竜かわいい、かわいいですよね絵文字もよく使ってます。うん、ミキさんがドキ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 ってコメントしてる振り付けを担当してくださったミキ先生です。YouTube に配信、ミュージックビデオは YouTube で公開されるので、24時になったらぜひ、私も24時ぴったりにスタッフさんと一緒にミュージックビデオを見ようと思っているので、一緒に見ましょう洋服今日は私服です。見えるかな、ちょっと立ってみよう。カジュアルカジュアルあんまり見ないもの
そうですね、うん、これはなんか今日どの格好で行こうかなって母に相談したら、これいいんじゃないって言われて、うん、いいねって言って、これなんかすごいカジュアルで新鮮でいいなと思って、そう、母スタイリングのヘアはお姉ちゃんなんか家族が家族が今日はスタイリングしてくれました。メイドバイ川口、メイド川メイドバイ川口系だあ、そうなんですよ、あの私もまだミュージックビデオを見ていなくて、うん、だから本当にドキドキなんですよ、皆さんと一緒に初めて見ます。とさっき私も気づいたんだけど、はい、アーティストデビューのアーティストとしてやりませんかって提案させていた時の打ち合わせがこの同じ会議室だった。あ、確かになんかすごい、もうすぐだね、楽しみ。今で、ミュージックビデオ、ルカトミーのミュージックビデオのプレミア公開を今あって、ゆりなちゃんの YouTube からみんな待ってるんだけど、はい、今604人がおなんとみんな起きててくださってありがたいです。リップの色かわいい、かわいいですよね、これ最近お気に入りの色です、これよくつけてます。デビューおめでとうございます、ありがとうございます。そう、ティザーが公開されてすごくあのたくさんのメッセージいただいてすごく嬉しかったです、ありがとうございます。どうですかね、皆さんが想像していたのと同じ感じだったのか、それとも衝撃だったのかMV を見てまた感想を教えてくださると嬉しいです。やばい、めっちゃ好き、私もめっちゃ好き正座待機してます足しびれちゃうので体育座りにしましょうキキキキ、今日お昼ご飯何食べた、今日はシーザーサラダとパスタとドーナツ食べました。炭水化物大好きです今横でマネージャーさんが、え、なんでですかどうぞ何も言わない、スクショタイムください、 OK です。じゃあどれぐらいしようかな、うん、3つ散歩でします。じゃあまずはこのことこのぬいぐるみの名前は何なんですか。へー、決めてないけど、前に話した時がダイナソーってそのまま言われて、うん、ダイナソーですもんねダイナソーだもんな、目がクリクリ、じゃあダイナソー、うん、ソーダイナ、ソーダイナ、ダイナソーダイナ、ソーダイナ、ソーダイナにします、ソーダイナです。そうそう、5分前というところ で、ね、あのスクショタイムあと2ポーズだけしておきますお願いしますはい、せーの、あー、これさっき作ったんですよ、はい、こんな感じでスクショタイムしました。ここでじゃあ告知させてくださいと、このあと24時から12時ですねから、ミュージックビデオ Look at Me の公開と、各種配信サイトで開始されます。で、LINE ミュージックの方では100回以上再生でオリジナル待ち受け、500回で名前とサイン入りの待ち受け、名前とサイン入り、はい、海外のファンの方もお送りできる、もらえる特典になってます、うんうん、で1000回以上の
再生でお名前サインのポラロイド写真、はい、こちらは国内のお客様のみになってしまうんですけれども、うん、チェキ写真をお送りします。そし そして4トンやります。わい1000回以上再生の方から上位の方100名に個別ズームグリーティングにご招待できればと思います。このあと12時に LINE ミュージックの方で川口ゆりなルックアットミート検索いただいて再生をしてそこから応募いただく形になるので4トン、うん、ファンの方と、はい、でここでもうなにスタッフからゆりなちゃんに、うそこれ裏返しですか、うん、こんなにたくさん、嬉しい。お部屋に飾るパパ、どういうこと、パパってパパですか、ゆりなパパ、うそ、待って嬉しい嬉しいありがとうございます、いただきました素敵なメッセージボードをお部屋に飾ります。もう今58分、もうちょいもうちょいですね。じゃあ皆さん、あのこの後 YouTube でまずはミュージックビデオを一緒に見ましょうそしてあのミュージックビデオの感想とか曲を聴いての感想をぜひどんどん教えてくださると嬉しいです。それじゃあまたどこかで22日のモアさんのインスタライブ、あ、そうだ、明日、うん、そうですね、明日もインスタライブ配信あるので楽しみに、はい、またお会いしましょう。